突六赤突六赤は、新朝の皇族。大祖、ヌルハチの次男大山の末裔である。高書七年に生まれ、第十五代巡将軍を継ぐ。高書三十二年に、陸軍幾株と学童を卒業する。戦闘三年に、正八期満州都党と近縁大臣に任じられる。民国六年一月二十三日に死去した。子供がいなかったため、鳩子の重複の、 第三子である、文葵が第十六代巡将軍王を継承した。左から4番目の男性が、突、6カットされる。右の写真において、左から4番目の男性が、突、6カットされるが、比較的年齢が近い高所定とする説もある。ただし、その服装や帽子から君王うと、判断できる可能性が高いとされる。左から3番目の男性は不明である。 https, キュリオシティリブハーバードエドゥチャイニーズレアブックスカタログ49から99系96兆636億800020万3941内無負札、高所定の現存する画像の大部分は、肖像画や、公式の写真である。ありがとうございます。